ここですよ。皆さんは、あ、あれ、これお揃いですね。しかし避難場所、ここで合ってますよね。すね。おそらく。皆さん、焦らないでいいです。ゴー。ドゥッシュ。ガシャン。みんな早く城の中へ。入りきれなかった者たちも大丈夫だ。じき来るシュゴットに乗ってもらう。城で守りを固めるならまだしも、なぜシュゴットに乗る必要があるのです。あんた、なんか知ってんだろ。急いでくれ、時間がない。ギラ様、お許しください。でか！なぜ、王冠が。ああ、ジェラミー。あ、出た。ごきげんよう。お前さん方が言いつけを守っていたなら、今頃、コーカサスカブト城に乗って、宇宙の彼方にいる頃かな。宇宙？宇宙？今から皆さんには別の星に移り住んでもらいます。別の星？騙すようなことをしてごめんなさい。聞いてない。避難計画ゼロは超非常事態用の緊急措置だ。平たく言うと宇宙をぶちのめす準備が間に合わなかった。だから、てめえらに託した。は？具体的に言うと、王の証が一つ足りねえ。代用品の開発頼むわ。何年かかっても、いつかできりゃいい。でも、これは私たちからのわがまま。何よりも、生きることを優先しなさい。おら！新たな星で、豊かな命を育む。次の世代へつなぐこと。どうして？それが第一です。そろそろ、民が城に着いた頃でしょうか。この目で飛び立つところを見るまでは、絶対に倒れるな！2000年前、俺たちのご先祖たちは、小さな希望を頼りに、この地球に移り住んだ。そして、命をつなぎ、物語を伝え、意志を受け継いできた。それと同じことを、するだけさ。生きてください。人を助け、生かしてください。それが続く限り、僕たちが負けることは絶対にない。これは、いつか勝つための戦いです。終わりです。閉まらねえな。美しくない。では、お達者で！これが王の意志だ。避難を進めよう。動け！王たちの時間稼ぎもいつまでもつかわからない！やっぱりヤンマ君たちは死ぬ気なんすね。あなたはそれを知らされてどうして止めなかったんですか？よろしくお願いします。前田でした。